Hey guys, what's up? ニックです。夏だぜ夏といえばアウトドアですよね。皆さんはこの夏休み何か予定ありますかアウトドアの表現はほとんど go plus ing という形で言うんですね。例えば go skiing はスキーに行く、スキーする同じように go snowboarding スノボーに行く、スノボーするという表現ですね。 海系もそうですね。例えば、go surfing, surfing する surfing に行く。go scuba diving, diving する diving に行く。そして、snorkeling もそうですね。go snorkeling と言います。そして、seiling も、ジェットスキーも全部そうなんですね。山系も全部そうなんですね。例えば、go camping,go hiking,go fishing ですね。これも全部 go ing という形で使います。 こういうスポーツってなんかどんどん増えてきますよね例えばウェイクボードとかなんか聞いたことないやつがよく出てくるんですけどもうその新しいスポーツがアウトドア系のものならもう発明した瞬間から Go-I-N-G という形で使うんですもうアウトドアイコール Go-I-N-G という感覚があるんですねそしてアウトドア系じゃない Go-I-N-G のフレーズもいろいろあります 例えば、go shopping が有名ですね。他にも go drinking 飲みに行く。go clubbing これはあの踊る方のクラブですね。go clubbing ク,クラブに行く。そして go traveling 旅行する。go sightseeing 観光する。そして go driving ド,ドライブする。そして go bowling ボ,ボーリングする。ですね。これは全部アウトドア系じゃないけど、全部 go ing の形で言います。 どんな動詞でも Go-ING になるというわけじゃないですよ。例えば Go-Eating は存在しないそういう表現はないんですね。こういう表現がたくさんあるんですけど限られています。どういうものがこういう表現で言うのかが決まっているんですね。そしてこの表現はほとんど Go-ING の形で言うことが決まっています。例えばスキーに行ったは I went skiing と言います。 I skied はほとんど言わないですね。一応、あることあるけど、ほとんど I went skiing が一般的ですね。同じように、I want to go scuba diving と言いますけど、I want to scuba dive は一応あり得なくないけど、go scuba diving が一般的な言い方ですね。彼は今、釣りに行ってますは、He's going fishing と言います。最近よくハイキング行ってますは、I've been going hiking ですね。 I've been ing は最近よくする最近ずっとしてるという意味の表現ですねそして今度キャンプするようは we're gonna go camping と言います we're gonna camp よりは we're gonna go camping が一般的な言い方です ing がついてるということはそういう動詞があるということですよね動詞だけ ing がつきますよねだから スキーインという単語があるってことはスキーという動詞もあるということなんですね同じようにフィッシングという単語があるということはフィッシュという動詞の原型もあるということなんですねそしてショッピングも ing なのでショップという動詞の原型もあるんですただ先ほど言ったようにほとんど g o ing の形で言うものなんですね例外もあります 特に例外的なのは can と can't このできる、できないの言い方は必ず go も ing もつけずに動詞の原型を使います例えばスキーできるようは I can ski と言います I can go skiing はスキーに行くことができるよスキーに行けるよという意味で使うんですけどそれはもうスケジュールの話ですよね 今週末暇だよ、スキーに行けるよという場合は Go ス k ー i ン g そうじゃなくて滑ることができるよはスキーなんですね I can ski と言います他にもスノーボードできるよは I can snowboard と言いますそして私は魚釣りができないというのは I can't fish と言います なんとフィッシュが動詞なんですね。これは驚く人が多いですね。この人英語間違ってんじゃないのと思っちゃうんだけど、これが実は正しい英語なんですね。次もそうですね。I can't bowl。私はボーリングができない。は、I can't bowl というんですね。ボーリングという単語があるということは、ボールという動詞の原型があるということなんですね。そして聞くときも同じですね。 Can you sail, sailing, できますかとか、Can you surf, surfing, できるという表現ですね。Can you go sailing, だったら、暇ですか、セーリングに行けますかというような意味で、Can you sail, は、セーリングするという能力を持ってますかという表現ですね。できる、できないは、必ず動詞の原型を使うんですけど、もう一つ、半分例外というものもあります。普段のこと、 普段していることの場合 Go-I-N-G の形で使うこともあれば動詞の原型で使うこともあります例えば I shop there a lot 私はそこでよく買い物しますという意味なんですけどショップがなんと動詞なんですね驚きですねでもショッピングという単語があるということはショップという動詞の原型があるということになりますこの例外は Go shopping でもいいので別に 例外として覚えなくてもいいですよね毎回 Go-I-N-G を使っても正解です他にも We ski every year 私たちは毎年スキーしてます We go skiing every year も同じ意味ですそして実は Go-Golfing という表現もありますこれもアウトドア系ですよね Go-Golfing はゴルフしに行くゴルフするという意味なんですけどゴルフという 動詞の原型もあるとということなんですね。そしてこれもよく使うんです例えば Do you golf? ゴルフやってるこれは Do you go golfing? とも言います両方を使いますそして応用してみましょう Go の代わりに Take 人を置き換えることがいつでもできるんですが例えば Go home 帰る Take 人ホ人を家まで送る もしくは、お持ち帰りする。どっちの意味にもなるので、ちょっと誤解されることもたまにあります。例えば、I took her home。紳士として彼女を家まで送ったという意味なのか、彼女をお持ち帰りしたという意味にもなります。危ないですね。つまり、どっちのホームなのということが曖昧な表現ですね。他にも、go to the beach が海に行く、そして、take 人 To the beach. 人を海に連れて行くという意味ですね。Go だけが変わるので Go 以外の部分はそのままです。もともと To がないなら To がないしもともと To があるなら To があるしそこは変わらない Go だけが Take 人に置き換えられるんですね。そして今回の表現は全部 Go を使っているんだけどそれも全部 Take 人にできる。例えば Go スキー n ンはスキーに行く Take 人 人スキーインは人をスキーに連れて行く。go drinking 飲みに行く。t a take 人を drinking 人を飲みに連れて行くという意味ですね。go だってことは take 人に置き換えられるですね。逆に言うと take 人が使われてるってことは go にも置き換えられるということです。例えば take me dancing 私を踊りに連れてってというフレーズを見たときにあ take me dancing を使っているってことは go dancing という表現もあるんですねということが分かっちゃうんです自分で勉強になるんですね例えば私をスキーに連れてっては take me skiing と言います昔映画がありましたねそして do you want me to 私がしようかという意味ですけど take you fishing 私があなたを釣りに連れてってあげようかという表現ですね go fishing があるってことは、take 人 f フィッシングもあるということです。私をサーフィンに連れてっては、Can you take me surfing? ですね。そして彼が観光に連れてってくれたは、He took us sightseeing です。つまり、例えば彼が東京を案内してくれたみたいな時によく使います。そして彼を飲みに連れてっただったら、I took him drinking と言います。 そして次の応用をやってみましょうしたことがあるしたことがないですねこれはちょっと不思議なことで Go の過去分詞は Gone のはずなんですけどそれが Gone だったり b e e n だったりするんですね Go の過去分詞として b e e n を使うことも多いんですその違いを見てみましょう例えば He has gone to New York は彼はもうニューヨークに立ちましたよ そしてまだ帰ってきてない。なんですね帰ってきてれば、He has been to New York という使い分けなんですね。この解説がよく文法書に載ってます。これを間違えると変なことが多いんですね。例えば、田中さんいますかって電話が来て、He has gone to New York。彼はもうニューヨークに行っちゃいました。今いないですと言いたい時に、He has been to New York を使うと、 彼はニューヨークに行ったことあるんですという意味になっちゃうんですね。変ですよね。田中さんいますか彼ならニューヨークに行ったことあるんですって答えたら変ですよね。その時は gone なんですね。逆に田中さんもその場にいて彼ニューヨークに行ったことあるんだよって言いたいのに he has been to New York が正解なんだけど he has gone to New York だと彼はもうニューヨークに行っちゃいました。でまだ帰ってきてないですって。いるじゃんここにいるじゃん ってなっちゃいますとっても変な感じになることが多いです同じように He has gone fishing 彼はもう釣りに行ったよってまだ帰ってきてない He has been fishing 彼は釣りに行ったことあるよという意味になりますとりあえず行ったことある行ったことがないという時は Go は been になるということだけ覚えてください例えば I've been to New York ニューヨークに行ったことあると同じように I've been scuba diving スクーバーダイビングしたことあるよになります逆にしたことないは I've never ですね例えば I've never been surfing Surfing したことない I've never been camping キャンプに行ったことがないですねそして聞くときも Have you ever ですね例えば Have you ever been skiing スキーしたことあるとか Have you ever been fishing 魚釣り行ったことあるという意味ですね そして最後にとっても不思議な表現を紹介します。どこどこ has good 同士の ING なんですね。例えば、北海道 has great skiing 北海道は素晴らしいスキーングを持ってます。なんかとっても不思議ですよね。直訳すると変なんだけど、これはいいスキースポットがあるという意味です。逆にスキースポットは英語では 聞かないんですけど、そのいう代わりにこれを使いましょう。他にも、Tokyo has really good shopping。東京にはいいショッピングがあるというような意味なんですけど、東京は買い物にはいいですよという意味ですね。そして同じ意味の別の表現もあります。There is good 何々 in どこどこですね。さっきの has の表現と全く同じ意味です。例えば、 Really、good diving in 沖,縄沖縄にはいいダイビングスポットがたくさんあるよ。沖縄はダイビングにはすごくいいですよという意味ですね。そして、some こ e a l l y good fishing a こ o u t an hour's drive a w ったところ u t an と o u r s drive away はこ,こから車で1時間ぐらい行ったところという意味ですけど、そこにすごいいい釣りスポットあるよと言っています。 今回のポイントは分かりましたか今日習ったポイントで例文を作ってみましょうコメントのところに作った例文を書いておいてくださいそれでは See you next time!